種目別選手権の模様をご覧いただいております。さあ、このフープで第2位に入りましたビアンカ・パノバ選手の演技です。一番好きな色、ピンクのレオタードコスチュームをつけて登場いたします。ビアンカ・パノバ、ブルガリア。昨日は 9.90 をマークしています。和の場合はですね、はい、向こう正面と逆側が主審審判が並んでいるもんですから、はい、正面側には逆の形に出てますけれども、このパノバ選手なんかほとんど後ろの演技でも十分に素晴らしい演技が見れますよね。日本の選手の場合どうしても前を中心に顔の表情だけを見せつけるというのが多いんですけれども、こういうふうにどこから見ても見られるような構成、またそれができる選手というものに対しては高く評価できますね。非常にスローな曲、難しいでしょうね、演技合わせるのはね。ビアンカ選手、このピボットといいますか、はい、この回転を得意としてますので、速いものよりもこの遅い方がかえってそれを自分の特徴ある演技を見せつけられますね。2回転してから前転、これも2回転、非常にスローのようですけども、はい、速いんですよね。スピンをかけます。これもまた足技ですね。もう全身が手ですね、はい、もう本当に会場がしーんと静まり返ってますもんね、はい。まあ、得意の回転が今ね、後半少し見られましたけれども、もうそんなところぐらいしか引くことがありませんからね。結局今日のパナマの演技は 9.925、 合計得点 19.825 でこのフープの部門第2位に入っています。今スローで足技をご覧いただいておりますが、全く手を使いません。大きな足技が2つも入ってますしね、はい、本当にロサンゼルスチャンピオンのロリーファンを思い出すようなね、はい、この選手も非常に足技が得意でしたね、はい、スピンをかけてここでもう1回足を使います。本当に一瞬の乱れもないという感じですもんねなんか足というより もう手でやってもあれぐらい ね、いかないんじゃないかと思うぐらい素晴らしい演技を見せてくれました、ブルガリアのチャンピオンビアンカ・パノバ。